そしてボレーだー、来たー、小林優、やはり取ります、この人小林優、再び同点に追いつきます。川崎、松尾のフィニッシュ、締めくくりました松尾雄介。素晴らしい雰囲気の中で、はい、仕掛けて家永ジェジー、するんですけど、それ以上にもクラブを盛り上げようっていうのがあるので、サッカーブラジルで選手たちが食べてるものをファンに出したら面白いなと思って、サポーターの喜び、選手の喜び、一緒につながって、これをメインに絶対食べようってことできました。あの川崎に陸前高田の美味しいものを販売しようという、もう高田と川崎ってすごい離れてるんですけど、もう本当地元のような温かさが伝わるっていうんですかね。
やったいる方が新しいサポーターの方を連れてきて好きになってくれるとか、そもそもカフェに来てた方がこのグッズショップ見てフロンターレ好きになって試合見るようになって人間毎日生活してると、元気な時もあれば気がめいってしまう時もありますよね。そういう時にサッカーがあって選手たちも頑張っている、そうしたことを自分の励みにもできる。国内の小学生を対象にしたサッカー教室を開催していただいたりとか、あの SDGs すごろくっていうのを一緒に作らせていただいて、フロンタ君は大好きです。試合に行き帰りに寄ってくださるサポーターの方がいるんですよ。アウェーの人でも1年に一遍来たらこのおやきを食べたいって来る人もいるんですよ。だからそういうのも楽しいですよね。とりあえずあのフットボール の、その意味はボールはただ単にその球技をイメージするボールじゃなくて、会話をキャッチボールするとか、趣味を共にするみたいな、まあ、いろんな意味があるかなと思います。あの新しいことにチャレンジして、この先の100年後まで続くフロンターレをどう作っていくのか、町全体がフロンターレのイメージ一緒になっていく、それがフロンターレっていうのはトゥゲザーな